こうやって汚れを落としてブラシでガーってやって、うん、オイルは NG、 水拭きで磨く、高級グラブに早いもん勝ち、スパイク、さらには売れ筋ランクナンバー1のバッテ、食欲、読書、野球ギアの秋ということで、あっぱれのニューアイテム大紹介スペシャルをお届けします。まず先頭バッターはライパチでございます。どうぞ。新しいギアをいいですか。まずこれです。いやいや、それは何、これ CBD のすごいクリーム、まあこれのなんかケアしてるんですけどあとはもうこれですね。これはちゃんとご説明はしてないです。 YGS の外野手用グラブプロラインっていう軟式でも5万6万するレベルの、まあグラブなんですけど、芯をしっかり固めというか固めてるけども、ただ固くすると分厚くなりがちなんで、ちょうどいい薄さという。なるほどね。薄くてもしっかりしてる。これ使ってるよね。これでこの間しっかり際どいプレージャンピングやったよね。はい、ようになってきました。あららららら。まあ皮は無論めちゃくちゃ良くて、もう水洗いでいいぐらいの。水洗いでいいんですよこれ。マジで？水洗いっていうか、まあ水でこうやって汚れとか水拭きでいいんです。マジか、すげえな、そんな皮あるんだ。こうやって汚れを落としてブラシでガーってやって、もう磨いて艶を出すだけでいいっていう皮なんですけど、で細かいこだわりで言うと、これねむずいんですけど、指先だけね紐を太くしてるんです。これ指先やっぱ最後にクッてなった時に負けないようにね、負けないようにというこだわりを実現してくれた YGS。 今ロッテの角中さんとかじっぴり買ってやってるみたいです。へえ、最高です。さあ続いては生き絶えるまで野球少年守備猿順のスパイクをお届け。見せてください見せてください。まずは、いやそうなんだよ、これさちょっと汚いけど限定販売してるやつ、ネットで売ってて、これあんまり見ないもんね。徳さんがすごいって言ってたんで、あ、そう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 、書きたかったんですよ。けどネイビーとかもう全然売り切れてて、いやマジで売り切れてんだよ。なんかちょっと薄いところからこう濃くなってるようなのが結構好み。裏はこんな感じでちょっと、ああいいね、派手、デザインが入ってるような。走った時いいですね。走りやすかったです。めっちゃ柔らかいし。いやこれいいんだよな。めちゃくちゃ良かったです。バーナーないマジで。ヘルメットの中にまたピンク見えてるんですけど、あれちょっと待って、これ白ビカビカじゃない。そう、ここが白のエナメルというエナメルなんで、これ何がいいって白いバッテって汚れるじゃないですか。汚れる、つかないですよ俺。そうだよね。ちなみにデザイン違うんですよ。そうだよね。両手こっちが金、こっちがピンクみたいな、あれちょっと逆になってる。さあ続いては私37歳ですが、流行にはとても敏感です。限定商品、最新ウェア、大容量バッグなどなどご紹介していきます。私ギアなんかもう死ぬほどあるよ、最近使ってるやつ。これ見て、絶対のビッカビカですね。やばいっしょこれ。これあんまりねビカビカ系をしなかったんだけど、やっぱりこう買っとこうと、やっぱりなくなったらダメだから。でこれと赤と黄色、その3色ビカビカ出してて、パステル、目立つやつを仕入れた。ああいいですね。もちろんそう。ちなみに夏ぐらいからバッグはブルイクのバッグを使っております。これヘルメットが入ったりするなどワンバッグで非常に使い心地 OK でございます。さらに秋冬入ってまいりましたのでウェアも新調。いやギアっていうかこのウェアはそうだよ。アルプン東京よく行くじゃないで、さ連絡が入って、あそういえば冬物新しいの入りましたよと、あこれから寒いところたくさん行くのでじゃあ買いに行きますって行きました。アルペン東京で買い物の様子カメラ回しております。これから買うっていう人ぜひ参考に。毎度おなじみアルペン東京、いよいよ冬のシーズンですね。いくつかニューアライバルありますね。ローリングスのパーカー数年前からだいぶこう派手っぽくなってきたもんね。あとね何がいいかってね、サイズ感が合うんですよローリングスさんってでっかくてもあなたのようなアメリカンサイズ助かってます。いっぱい種類あるよ。この赤、緑、アーミーカラーっていうんかな、これちょっとなカーキっぽい感じのね。ブラック以前は片手のあれでしたけど、今回両手で迷彩入ってきてるんですね。そうだね。このなんか紫フーディーが、おおこれいいですね。フーディーがセクシーです。一旦着てみるかい。ぜひもういつか本社にお邪魔したい。いやお邪魔したいね。に関してはもういやらしくないパープルですごくいいです。ゆとりがあるから胴回りとかやっぱでかい人いるじゃん、そういう人にもいいね。きつくないです。ワイドになるからここだけは、やっぱね私はなんて言ってもねこっちですよ。こっちですよ。アーマー新作。これやっぱアーマーフリース活用して、アーマーフリースご存知ない？アーマーフリースって動きやすいストレッチのある、あ確かに柔らかくて伸びる感じはありますね。そしてこの肩撥水です。ああいいですね。雨の日、屋外やってるでしょ、雨降っちゃうでしょ、肩いっちゃ濡れんのよ。わかる、風邪ひくの。そっからこれ撥水です。肝だから、あめっちゃあったかそう。これこれ本当あったかい。下1枚しか着てないし、今夕方でちょっと肌寒いけどね、もう1枚だけ着て裏肝でスタイリッシュですね。これスタイリッシュでしょ。めちゃくちゃいいライン。やっぱ37、8でもやっぱスタイリッシュであることの重要性、見た目から入っていく。はい。スラッと着たい人は1サイズ2サイズぐらい小さくていいかもしれない、これを買うときは。あとパチもなんかあいつおそろかったんだよ、気持ち悪い。そう、実は僕がアンダーアーマーに決めたあの時、撥水です。ああいいですね、雨の日。うん、屋外やってるでしょ、雨降っちゃうでしょ、肩いっちゃ濡れんのよ、わかる。なんでさ、選んだやつをさ追っかけてくるわけ？たまたまですよ。これ最高、このシリコン。そう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 、これ最高、ビタ止めずれないもん。うん。アルペン東京には他にも新商品続々と入荷されておりましたので、これから買い揃えるなんて方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。最後にタジーとタガミのニューアイテム、三つ輪タイマー。このロゴ初めて見たけど、これはオールラウンドですか？いや、一応外野仕様なんだけど、今までのやつとは違うモデルでなんか試作してるやつで、土手とかがめちゃめちゃ薄いの。ここがそうそうそう、あ、薄っ。まあ全体的に指とかも細くなってて、普通のグローブより 10% ぐらい軽いらしい。外野仕様にしたらあと長さもコンパクトじゃないですか。そうそう、でなんかもうもともとヤシ上がりだからさ、はい、長いグローブっていうよりはこう使いやすいグローブ、めちゃめちゃ軽い。はあ。じゃあ今日のあのショーバン取ってバックホームしたやつもこれ。おおなるほど、それ大正解だ、大正解だ。高見さんなんかないですか？私ギア、はい、今開発中です。これから寒くなってくるじゃないですか。今ね、やっぱりこう野球人のこの寒さを助けるギア、これをね決め玉で開発中ですから。まあ今ちょっとこれね一応サンプル、これねレッグウォーマーのねやつなんだけどね、中がちょっとあったかいね、なんかちょっとフリース系の。はいはいはい。ただこれだったらまあ普通のレッグウォーマーと一緒じゃないですか。まあよくありますよね。改良して野球人向けにやってますから、まあこれ以外にもね実はねまだあと12ぐらいあるので楽しみにしてください。わー楽しみだ。あれです。というわけであっぱれメンバーのニューギアご紹介しました。季節が変わると新しく買いたくなるもんですね。した。